遠くから見ると歯に見えるでしょ、割と連生します。長っ、ビス長っ。あんなこと言うグッ。ちょっとずつ伸びんかな。いった、いった。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはいよいよ来ました、ガッチャード。ホッパーワンとシームライナーで変身するガッチャードの基本フォームの専用武器を作ります。いや、連成します。まあ僕ガッチャードライバーの先行抽選残念ながら外れてしまいまして、今手元にないんでね、何も見せられないんですけど、こっから1年間改造でどういう風にガッチャードに食い込んでいったのかなって考えた時にね、やっぱ錬金術師連成なんですよ。でガッチャードはガッチャードライバーで変身、まあ連成ですよねっていうことだと思うんですけど、僕はガッチャードとは違う形で連成するにはどうしたらいいかを考えました。そこで自分でオリジナル魔法陣作りました。でそれをカードにしました。いやー時間かかった。イラストレーターとか使えへんからさ、フォトショップで4時間ぐらいかかったかな。まずこの魔法陣ね、手書きのこういうやつからスタートして、なんとか頑張って作って、でそれをフォトショップでちょっと歪めてね、こうやってね、なんかそれっぽく、いやでも素人がようやったやろこれ。やっぱね、やればなんとかなるんやって。失敗を恐れるなってことですよ。これからアイテムを連成していくために魔法陣カードはたくさん作りました。よし、じゃあどうなるかわからんけど、バッター1とスチームライナーの武器作っていこうか。いや連成する、もうええか、同じことばっかりな。行きましょう。チャンネル登録ぜひお願い。まだ本編始まってないけど、ガッチャードの改造、いや連成行くしかないぜ。準備はいい？まず最初に考えてたのはバッタとスチームライナーっていうことで、まあバッタと蒸気機関車ですけど、バッタの要素ってね、仮面ライダーもともとバッタモチーフのくせに意外と少ないんですよ。でこれ使おうかなと思ったけど、やっぱねこれちょっとバッタ要素弱いんよね。正直もともと缶やからデザイン的には素晴らしいんだよ。でどうしようかなと思って、虫虫でうちにいるでっかい虫って思った時に、パンチホッパー、キックホッパーっていうのも出てきたんですけど、あれもやっぱねデザイン化されてるんで虫要素が弱いんですよ。で気づいたのが、うちにはこの子クワゴンちゃんがいます。だからねこれを使いますけど、本当にこれを使うかどうかはちょっとわからないと今匂わせとくね。で使うのが確定してるアイテムは、まずこの蒸気機関車、これはねトイプラネットで見つけたんですけど、800円ぐらいだったかな。こうやって音が鳴るんですよ。でここが光ります。あとこれがちょっとこうやってなんかいい感じに動きます。でこれを大胆にも持ち手にしてやろうと思いました。こういう感じで、こっちは頭ね、頭っていう表現で合ってんのかな。でこの持ち手で皆さんピンときましたか、長い体験を作ろうとしてます。そしてライダーで一番スチームで有名な武器といえばこれですね、僕の大好きなスチームブレードです。これをブレードにしていきたいんだけど、スチームブレードこうかなーって感じ。ブレードはまたでっかいブレード考えてますんでね、ちょっと皆さんの意表をついたブレードを今回考えてますから、楽しみにしていただきたいというか、もうサムネの通りなんですけど、まあここにはめていこうか。で両方とも音声ギミックは生かす方向で考えてます。よーし、ガッチャードの改造始まったね。錬金術師やからな、やっぱ錬成っていうワードで僕は物語に入り込みたかった。だから皆さんはね、もしよければ僕というキャラクターが物語にいて、物語には出てこないんだけど、実は裏でこういうのを作ってるやつみたいに捉えてくれてええねんで。いよいよ本格的に改造スタート。しゃあ行こうか、ハンナゴティング。でこうやってスコンと入るようにここを溶かしていきます。溶かしたパーツをペンチで引きちぎる。よし、穴は開いた。これで止めるためにビス止めかな。まずビスの通り道をハンダゴッティング。よし、一発で頼む。お、行ったっぽいぞ。ビス6本打ってグルーガンで固めた、完璧。はい、今のところこんな感じ、どうですか、バカみたいでしょ。いや俺の改造ってねこんなもんよ。でもほら、いつも見てくれてる人は知ってるやん、この後かっこよくなっていくことを。で母トリコさんが描いてくれた僕の似顔絵で T シャツデザインしちゃいました。動画できるように作っただけで、今のところ商品化の予定はないんだけど、僕も私も欲しいわーって声がいっぱい上がれば商品化も夢じゃないかもよ。ほんまに良くない？そしてこの先に、さらにだいぶ前に中古屋で見つけて一目惚れで買ったやつなんですよ。トミカかな、レスキューなんとかやったっけな。こういうアイテム中古屋で見つけるとやっぱね、うわっとテンション上がるわけですよ。まあもちろん値段にもよるけどね、これ安かった。これ素晴らしいデザインなんだけど、分解してこのオレンジから上だけ使おうと思います。これここ外せば取れんのかな。なんかこの下の灰色のぼっこりにオレンジパーツが噛んでる気がする。噛んでるけど、噛んでるけど、この灰色の長いパーツ、持ち手のパーツが想像より長い。これやっぱこのぼっこりはもう外そう。長っ、ビス長っ。これ仮面ライダー系で見たことない長さ出てきた。メーカーが違うと構造が違うからな、おもろいな。
あーもうすぐいけるぞ、取れるぞ、いよー、この辺でくっつけたいな、ガチッと、あーこうもう挟み込む感じがやっぱ一番ズリンといって挟み込む感じが一番いいと思う。ほらどう、さっぱり完成が見えへんやろ、はっはー、うん、こうやな、こうやから、こうやなって言ったけど、こうやからどうしたらええねん全然わからへんけど、ここ削ればいいのかな、ちょっといらなそうなとこ削ってみる、この辺の当たりそうなところをとりあえず削ってみる。10万人行きたいんですよ今年。10万人行ったらちょっとねイベントやりたいんです。あのオフ会とかそういうことじゃなくて、なんかもうちょっと入り組んだっていうかな、なんかやりたいんですよ。皆さんいつも本当応援ありがとうございますね。なんとかかんとかね、やっていけてます私パウチはね、新シリーズで錬金術、本当は錬成しちゃいけないものを錬成するというね位置づけでなんとかやっていけそうですよ。劇中の錬金術スクールってのがあるんでしょ、そこで教えてる方法とは違う本当はダメな方法で錬成するって、それはそれでロマンやん。これなんかね、ここ鉄の棒が入ってるんですよ。これうまいこと、ここギア取れへんかな、ギアがあんねん、あー取れへんな、いったいった真理の扉からの反撃を受けたパウチ、腕一本ぐらい持ってかれてるかもよ、いったやったらあかん、連戦してるからぶち切れられた、いった久しぶりに痛かったなんでこんなギア硬いねん、そんな硬い、鉄が飛んだんじゃないで、ギア プラスチックのギアやで、それがパチンって飛んでこんな痛い、通行料として痛みを払いましたが、なんとかギア取れたんで噛み合わせのいい位置を探っていく。こうなんかちょっと斜めになっちゃうね、これをまっすぐまっすぐ行きたいな、あはー始まっちゃった今回はおもちゃに抵抗されるね。いやいや、そうね、いいよいいよ、やりがいがありますよそういう方がね、本当は何もない方がいいけどこの赤いレバーが入る隙間を作りましょう。これでどう、赤いの、あ、ちゃんと動くか、あはー、おおおおおお、いや、チョーキングのつもりか、おもろない、ビスで強固にしていく。よし、これで表に2本、裏に1本ビスを打ったんだけど、これで大丈夫っぽいね、まっすぐ行ったね、うん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 、いい感じだと思います。基本的には剣としての形はこれでいいかな。持ち手だけやたら太いんだけど、これも無理やり連成したっていう演出に繋がってるかなと個人的には思いますので、まあこれでいいと思います。いびつな方がさ、しちゃダメなことしてる感あるやん、本来形にならないものが形になってるっていう風にやっていきたいわけですよ。スチームを仕込む。さて次の工程なんですけれども、スチームライナー特徴的なのは蒸気ですね。この蒸気をやっぱり表現したかったっていうのは、もうこのねスチームグレードからも本当は煙出てほしかったんですよ。でもデラックスおもちゃでそれは無理やからね、まあそれはいいんですけど、そこで僕ほんとね、たまたまなんですよ、トイプラネットっていう中古屋さんに行った時に結構面白そうなのを見つけたんですよ。500円でロボットアクションダイナソー2ブラックドラゴン、口から煙吐くんですよ、水蒸気水蒸気、まさにスチームやね、びっくりやろ。でその中身がこれなんですけど、組み立てこれめっちゃ長いね、尻尾の形、足の形、これ見てみ、ゾイドワイルドに通じるとこあるやろ。でスイッチ入れると目と口光って、こうやって歩いて翼も動いて尻尾もこうなる。でしばらく持ってるとちょっと時間かかるで、すごいやろ、シュールやけどちゃんと煙吹くのよ。でまたしばらく時間経つと、これ使えるやろ。でまあこれを分解していくわけですけど、翼は簡単に取れます、尻尾も取れました。で使うのは煙を吐く構造だけですね。この顔もドラゴン関係ないからな、これバッタやったらね、バッタやったらいいねんけど、バッタはそもそも蒸気吐かないからね。じゃあおそらく今まで地球上で誰も分解したことのないこれ分解します。改造リクエスト専用フォームコミュニティ欄に作りました、集計取ってるからここに書いてね、よろしく。この恐竜もビス多かったね、恐竜か怪獣か、あ、入った入った、 OK、 うわ複雑、おーモーターが入ってるわ、必要な部分だけ取り出します、取れた、これだけ必要や。こっちはもちろんパーツとして非常に優れてるので、そのうち何かに使います。蒸気機関車のここから煙出るっていうのも考えたんだけど、やっぱ蒸気機関車のこのエネルギーをこっちに流してこっちから煙が出るっていう方が、まあ人それぞれだと思うんだけど、エネルギーの循環を垣間見ることができるなと思ったんですよ。だからそんな感じでちょっと行ってみようかなっつって、だからそうか、モーターはいらんのかな、もしかして電池から来てモーターいらんかな、だから多分電池ボックスこれ違うのでいけんちゃうかな、ちょっと電池ボックス交換します。なんかの改造で使ったコンパクトな電池ボックスと交換、ああ
今蒸気を吐いてるところね、多分ね。これでモーター切ったらどうなんだろう。ちょっと万が一のためにつなぎやすい位置で切っときます。この辺で真ん中で切っときます。モーターから離れて完全に独立しました。この状態でスイッチオン。おお、いけたー。よし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 。じゃあこれでもうこのでっかいの取り付ける必要なくなりました。音はちょっと面白いからこのまま置いときます。これでじゃあだいぶバリエーション広がったな。でもまあこの辺でいいか、ここでちょうどいいか。よし、じゃあこの水蒸気を設置するんだけど、水を入れてこの横から噴射されるんですよ。だから角度的にもう決まってるんですね、大体ね。でちょうどここに隙間があるから、こんな感じでこれでいいんちゃうかな。ここちょっとグルーガンいってみよう。電池ボックスこの辺で、基板とか適当にこうやって目隠しするとして、スピーカーはここに堂々とつけると。このスコープのところね。これでほら、なんとなくカムフラージュっていうかさ、ほらちょっと見てみ、あ、そっちから基板全部見えんのかこっちから全然見えへんねんけど、多分これでいけると思う。ちょっとじゃあこれでくっつけてみるね。はい、こんな感じでなんとかまとまりました。こっから蒸気が出て、あと LED はこの辺にちょっとつけてみましょう。よし、はい、こんな感じ。LED 一応仕込んで、でこっから水蒸気が出るというね、そういう仕組みです。まあなんとかまとまりました。正面から見る分には何もわからないということでいいよね。いいね、いいですか、進みますよ次にね。ちびっこからファンレターもろたゆうとくんありがとう。さてこっからはこのチューブをつけていきます。最近お気に入りなんです。紙切り用具のハサミ武器作った時にね、タイガーさんにいっぱいいただいて、存分に使ってなくなったらまたもらおうと思ってますこれどこにつけるかというと、こう持った時にね、最初はこっちが剣かなと思ってたんですよ。だからスチームブレードのブレード部分もこっち向いてるんですけど、でもやっぱり自然なのはこうやって持つんだから、こうやって切りつけるよなと思って、ブレードこっちにしますっていうところで、これをねブレードの下地にしたいんです。これがブレードじゃないよ、ブレードの下地ね。でね、ここね、こう回るギミックがあるんですよ。これが何の役に立つかわからないんだけど、気に入ってるんですよね。だからちょっと置いときたいなと思って、この押しボタンには干渉せずにこの辺まで持っていきたいんですよ。だから大体この辺にまずビス打ち1個しましょう。30ミリいこうかな。これも長いからカメラに映しにくいんだけど、ここ行ってみようかな。だからこの辺をちょっと削ろうか。これぐらいかな多分。あ、いい感じ。うわ、すごっ。手にこれ適当にやった割にすごくない？ビス止め！よし、これで OK。 グルーガンでちょっと補強しよう。よし、それで今度はこっち、まあこの煙突でしょうね多分ね。この辺切ってみようかな。カッターで切れます。よっ、それでなあ、ちょっと短かったか。短かった。いや、どうしようかな、なんか伸びひんかな。ちょっとずつちょっとずつ伸びひんかな。あ、ちょっと伸びたよしよしよし、じゃあここもビス止めしちゃおう。よし、くっついた。ほい、こんな感じ。これがブレードの元。一気に剣に見えてきたことない？これが多分この改造の分岐点やったな、きっとな。突然ですがここで4秒変身チャレンジ、スタート。大丈夫かあかんあの、もたついた、もたついた。で、ブレードなんですけど、うちにね、こういうのがあるんです。 N ゲージの線路、中古でね、結構前にまとめ買いをしました。こういう交差するやつ、まっすぐなやつ、カーブとね、いろいろありますけども、この中でまあカーブかな、今回使うのは。これをそのまま大胆にブレードにしてやろうと思ってるんです。どういうことかというとね、こう、こうですで、このパイプのところに切れ目を入れて、これを突っ込んでいくと。ちょっと一回やってみるね。一番前はまっすぐな方がぽいのかな。でもここ曲がってるしな。あー、まっすぐな方がブレードっぽいな。この辺にカーブを使うとして、この辺まではまっすぐでいこう。難しいな、真ん中に入れんの大変やな。ちょっとごめんね、これ動画として非常に分かりにくいと思うんだけど、硬いのをまっすぐに切るっていうのは怖いね。うわー、怖いあー、曲がっていく曲がっていく曲がっていく。今んとここんな感じ。線見えるかな、ここ真ん中線見える？見えてんのかな。ペンチでチューブの切り込みをこじ開けながら線路をはめ込んでいく。硬くて大変やった。結局ね、ズボッと一気にはめるのは無理だということが分かったので、グルーガンちょっと塗って、これはめて、また塗ってはめてっていう風に徐々にやっていってます。裏側からしっかりとグルーガンで補強。思ったよりも N ゲージの線路が弱い。まあ、こういう目的で作られてないからね。スッと置いて電車が上走ってそれで成立するもんやから、そもそも強度なんて必要ないものですからね。そらこれで正解なんですけど、ちょっとね、慎重になってます。いつになく慎重になってます。配線つなぎ替える時ももっとバッといってる。
これ歴代で一番身長ちゃうかな今。乙女座の繊細さをね発揮してますよ存分に。乙女座が繊細かどうか知らんけど、ちなみに血液型は O 型です。大雑把で有名です、ま、改造見てたらなんとなくわかるやろ、こいつ絶対 A 型じゃないなってみんな思ってたやろこれ N ゲージの線路ってつなげられるからさ、せっかくならつなげたいよね。あ、つながった、やった連結した、じゃーん、こんな感じで歯がつきました。どうですか、ちゃんと見ると線路なんだけど遠くから見ると歯に見えるでしょ割と。で先端が回るギミックはそのまま生きてます。よし、これで大体の形は決まりましたね。まあもっと他に装飾としていろいろパーツをつけていくとは思うんですけど、まあ一応こんな感じで僕のガッチャード改造強制錬金術第1弾の前半はこの辺で終わりにしたいと思います。特撮の錬金術師という称号もねコメント欄でこの間いただきましたし、次回後編この魔法陣カードを使って、まあ、使ってというのはこれをどっかに設置して、これを完成まで持っていきたいと思いますので、次回もぜひ見てください。チャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。明日ギーツの最終回みんなで見届けようね。ワンネスワンネス。